もうこれは攻めるしかないな。よいしょ。一応これでミッションは成功したと。エイリアンはすべて殺した。我々の犠牲ですね。ゼノノートですよね。ゼノノートっていうのが我々で、ゼノノートカジュアリティっていうのが犠牲者。5人も出てしまいました。で、ビーグルロストっていうのはないと。市民もね、犠牲にあってますね。UFO を見つけられると思ったけど、今回はなかったのかな。C さんガードっていうのが多分このエイリアンの種類だと思うんですけど、C さんっていう。これが、我々の研究所に送られたとか書いてありますね。あとはピストルも送られた、あのプラズマピストルですね。よし。まあこれで研究も進むんでしょうね。ただ、死者が多かったな。よいしょ。お、リサーチコンプリート。New project available for research. だから、エイリアンプラズマピストルとエイリアンアロイズっていう、研究が解除されましたね。よいしょ。この二つか。エイリアンプラズマピストル。エイリアンアロイズ。エイリアンプラズマピストルっていうのは多分強いのかな。今持ってるものよりも。これはちょっと研究回したいですね。あともう一個はエイリアンクラフトは、エイリアンの、飛行機は特殊な、物質でできていると。まあ、これも研究したいですよね。だけど、研究者はそんないないんですよね。だから、なんだろう、エイリアンインベージョン。インベージョンって、どんな研究なんだろう。ノン。エクセレント。まあ、こんな感じにしとこうかな。ちょっと、どんな研究かよくわかんないですけど、このエイリアンインベージョンが。よし。あれ？あ、いいのかいいのか。まだ帰還してないのか。ねえ、あとリクルートしないと多分。やばいですね。帰還してからかな。よし。ネオ東京がチャイナにありますけど。これでようやく一日なのかな。お？なんか書いてあるな。コンドル、我々の戦闘機二つが装備補充も完了して、燃料補充も完了したと書いてありますね。で、今しがたが、フィッシャーマンレポート、おー。どこかの海で、漁師が謎の、大量死を発見した。ここだ。遠いな。ダメだな。全然いけないな、多分。よいしょ。到着したかな。よし、到着してるな。結構ね、案外一日が長いんですね。今の状況としては、よし、安田と松と、トリスタンがいるんですよね。で、それ以外にもいるから、ひとまず、チャーリーに乗っといてもらいましょうか。で、一人、何こいつ。マテジェみたいな名前の人が傷ついてるから治療中と。
1,2,3,4,5 5人は今のところいるんですね。各人を見たいですね、ちょっと。これだ。1,2,3,4,5 人ね。ちょっとね、装備をちゃんと見てみよう。アサルト。ライフルマンか。まあ、スナイパーいないんだな。で、一応みんな、あれ持ってんだな。メディキットみたいな。じゃあ、マテチェを、が傷ついて感知したとしても、あと二人は必要なんだな。あと二人。リクルートしたいな。あ、研究者も欲しいな。研究者5人ぐらい。逆に言うと5人までか。よし。よいしょ。そうか、まだ来てないのか。そんなすぐ早く来るわけじゃないのかな。よし、ソルジャーを、ハイアリングしましょう。ですね。どうしようかな。あれ？ヤナがいる。多分これが力ですよね。これが大きければいっぱい持てる。で、これが多分精度ですよね。アキュラシーだから精度。銃の精度ですね。RFL。ライフル？わかんないな。VRV。BRV。なんだろう。ここら辺はなんだ？よしと。これだ。ヘルスでしょ？ストレングス、アキュラシー、リフレクシス。これあれか。俊敏さですね、多分。で、ブレイバリーが勇気ですよね。勇敢かどうか。うん。ってことは、ちょっとね、思うのは勇敢かどうかっていうのが、ね、結構重要な気がするんですよね。すぐひよっちゃうとね。だから、まずこの人。そんなに逆に言うと、極端にそんな。この人だって、全然勇敢じゃないですけどね。力強いけど。そういうのだったら多分ダメだから、こうしときますか。ん？二人だけかな。はいや。なんかね、またまたお金もありそうだから。よし。そしたらば、雇うっつっても、あれなんだよね。4日後ぐらいに行くんだね。ここはちょっとややリアルですね。で、待てよ。待て、ジェイも、16日後に、完治みたいな感じじゃないの。これちょっと、もう一人雇っておいた方がいいな。よし、この人。よし。だからさっきの、サイエンスもそうなんでしょうね。4日後ぐらいに行くんでしょうね。さあ、この間にいろいろと起きなきゃいいですけどね。おいしょ。ん？これどこ？これは？なんか誘拐されてますね。さあ、どんどん時間が進みますね。今は2日目の9時。もうちょっと早くできるかな。そして3日目突入。お、なんだ。スカウティングミッション。ただポップアップが出てきただけなのかな。特に何も
お？これ何？ UFO。ライトスカウト。よいしょ。おお、170センチの宇宙人だと。着実に研究をしてるんでしょうね。いろいろ分かってきたよっていうのが、あの報告なんでしょうね。よいしょ。エイリアンイベージョン。お、リサーチコンプリート。おいしょっと。おそらく、エイリアンインベージョンの、研究が完了したことによって新たな研究開発ができるようになったってことですね。1個目が、ハイスピードインターセプター。ミサイルも持てるような高速のインターセプターを作る研究ですね。もう一つは？戦闘用の、戦車みたいなものですね。どっちがいいんだろう。どっちがいいんだろう。戦車みたいなもん、それはそれで強そうだな。こっちやろうかな。ちょっとこういう感じかな。よいしょ。これは後でね。インターセプターは後で。よし。お？いろいろ解明してきてんのかな。ちなみに、まだなんだ。よいしょ。今日はこの辺で終わりたいと思います。この続きを期待される方いらっしゃいましたら、ぜひいいねの評価をお願いします。